問お手紙です。今回はですね、ウクライナの話はちょっと置いといて、日本の LGBT 法案、それも置いといて、アメリカ、はい、アメリカ大統領、元アメリカ大統領って言わなきゃいけないのかな。トランプ、はい、トランプ大統領、トランプ大統領を応援していた、弁護士たち、弁護士軍団、はい、彼らの話ってあんまりもう全然聞かなくなりましたよね。何やってんだろうと思いまして、はい、ちょこっとだけですけど皆さんに情報をお伝えしたいと思います。結構嬉しい話です。実はですね、なんでこの話をしようかなって思ったきっかけは、インスタグラムに、このおたけび G のインスタグラムもしょぼいんだけどね、インスタグラムに、ちょっとトランプ情報みたいな感じで上げたんですよ。トランプ情報というか、ハンター・バイデン、もう捕まるよね、みたいな。捕まっちゃった方がいいよね、みたいな。そしたら、コメント欄に、トランプ大統領のことが、ちょっと書かれて、なおかつ、弁護士の、ね、人たちって、どうなったんでしょうねって、リン・ウッドさんとか、シドニー・パウエルさんとか、どうなっちゃってるんだろうねみたいな。確かにそうだよね。あんだけ頑張ってくれた弁護士の方々、全然聞かないよね、聞かないよねと思って、もうこれはもうちょっと、もうちょっとでもいいから調べて皆さんにお伝えしなきゃってことで、はい、動画に収めることにしました。はい、ということで、ちょっと気分をちょっとこう入れたいんで、この宇宙人のこのマスクじゃちょっとやりづらいんで、ちょっとスイッチします。いいよね。今日だけ。はーい、出ました。トラちゃんマスクです。はい、やっぱこれにこうチェンジしちゃうとね、気分も乗るよね。やっぱり、トランプのことを話すんだったら、やっぱり、宇宙人はちょっとね、やっぱりこのマスクが、とりあえず、トラジーです。トラジーってことで、よろしくお願いします。はい、ということで、いろいろ調べたんですけど、リーウッドさんのね、内容はなかなか出てこなくて、でもって、ジュリアーニさんとかも、ちょっと調べようと思って、それはちょっとごめん、時間が足りなくて、でも、シドニー・パウエル、はい、覚えてます?はい、ご覧の写真じゃないかな、シドニー・パウエルさんの、これは重要な内容が、実は、2月24日、はい、CNN の記事に載ってました。はい、それを皆さんに紹介しまーす。はい、ということで、この辺りにちょっとその記事の内容を、ちょっと貼り付けて、皆さんに紹介します。はい、この、CNN が伝えているのは、これちょっとまず、CNN が書いてあることを皆さんに、紹介しますね。判事、トランプ大統領逆転勝利への取り組みを理由に、シドニーパウエル下も噛むはダメだよ、このトラちゃんのマスクでやっぱなかなか喋りづらいよ。いやそんなことない。もう一回、判事、トランプ大統領逆転勝利への取り組みを理由に、シドニー・パウエル氏に対する懲戒処分を却下。どういうこと？要はですね、訴えられていたわけです。はい、シドニー・パウエルさん。はい、これ、テキサス州弁護士規律委員会っていうのがあるらしいんですけど、そこの、弁護士の、軍団、委員会、その彼らがですね、彼女はちょっとやりすぎた、ちょっと倫理上ちょっとなんか超えちゃいけないところを超えちゃったみたいな、そういうもうとにかくなんか変なことをこう言ってですね、とにかくもう彼女はもう弁護士をさせちゃダメだよっていう、そういう訴えを起こしていたわけです。それに対してもう長いこと裁判があったんでしょう。そこで今回、いや、それは無理だね、懲戒処分なんて無理だねっていうことで却下されたと。わー、よかった。はい、ということでちょっと読んでいきます。CNN、 テキサス州の判事は木曜日、ドナルドトランプ前大統領の、なんで何回もドナルドって言わなきゃいけないの、わかんない、とにかくトランプ前大統領の2020年、選挙逆転作戦に関するシドニー・パウエル弁護士の取り組みが、これはなんてもな、これはどう表現した方がいいのか、放送論理規則に、違反したとして、テキサス州弁護士規律委員会が提出した請願を却下した。これ放送、論理規則っていうふうに表現しちゃったんですけど、放送っていうのは法を司る人たち、はい、その法を司る人たちが倫理上こう超えちゃいけないよね、それはダメだよっていう、そういうのを、規則として扱う、これが放送倫理規則っていうふうに表現されるみたいということで、はい、とにかく訴えられていたんだけど、シドニー・パウエル大丈夫ってことです。
ということでこんな感じで続いております。テキサス州第471地方裁判所のアンドレア、ブレッサ判事は、同委員会はパウエル氏がテキサス州の弁護士行動規範に違反したことを証明する責任を果たしていないと述べた。はい、判事は、また提出書類に、提出書類に提出されたもの、はい、うん、それいいか、それに対しての、まあ、きちんとした、まあ、ラベル、適切に貼らなかった、このことでも委員会を非難し、彼女は委員会が提出した、この提出品をたった2つだけ考慮することになった。これですね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、おそらくこの委員会がこのパウエル弁護士、これをこう落とし入れて、もうこいつはもうダメなんだ、トランプを応援したあいつはダメなんだってことで、こう、もうこいつはもう懲戒処分にしなきゃいけないって、これが証拠だ、これが証拠だ、これが証拠だって出した、その証拠に対して一応多分ラベルを貼らなきゃいけないと思うんですよね。例えば何月何日、これはこういうことでこういうものです、こういう時にこれが使われたんです、こういうものがあるんです、こういう感じなんです、とにかくきちんと内容証明を、説明したものを貼らなきゃいけない、もしくは、ナンバーワン、ナンバーツー、ナンバースリーとか、多分そういうなんか、まあ、あるじゃないですか。そういうのを適当にしていたと。それじゃあこれなんか証拠品として提出されても意味ないよねってことで、まあ、一応これとこれだけ、まあ、2つは、まあ、とりあえず証拠としてまあ見るけどさ、他はダメだよっていう、まあ、結局ですね、そんな証拠もともとなかったってことなんですよ。もうとにかくもうなんていうの、もうパウエルを陥れて、もうこの弁護士世界から抹殺しようと彼らはやろうとしたんですね。でもダメでした。はい、ということで、あとこのパウエルさんのこの、まあ、裁判にかけられたわけですけど、パウエルさんにも弁護士がつくわけですよね。その弁護士に対して今回の件で逆に訴えないのかと、はい、名誉毀損とかなんかいろんな意味で訴えないのか、どうなんですかねということで CNN が聞いたんですけど、その弁護士さんはいや、それに対してはノーコメントっていうことで、今のところ、沈黙をしている状態です。どうかな、いいんじゃない、訴えてもいいんじゃない、まあ、でもな、めんどくさいもんな、もうこれ以上ね、ということで、だってこれ訴えられたのは去年の3月1日ぐらいかな、はい、3月ぐらいです。ですからもう、まあ、1年近くかかって、やっと裁判で肩がついたと、大丈夫だということです。だから表に出てこないんだ、もう多分じーっとしてたんでしょうね、パウエルさんもね。あんだけトランプさんをさ応援してさ、絶対この選挙はおかしいって、絶対これ変だって言ってた、パウエルさん、やっぱりじーっと我慢するしかなかったんでしょうね。もうパウエルさん、これからガンガンやりますよ、頑張ってください。はい、ということで、この辺りで終わりたいと思うんですが、ちなみにこのテキサス州、なんでテキサス州かっていうと、このパウエルさん、はい、パウエルさんがこの弁護士としての免許を取得しているのはテキサス州だから、はい、ただそれだけの話です。なんかですね、外で犬がワン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 って言ってます。はい、多分キシーかな、キシーがワンワンキンキンワンワンキンキンって言ってるのかな、ありますそんなのはどうでもいいんですけど、ということで、そうだ、これもちょっと言っとこうかな、トランプ大統領の法的同盟者たち、この法的同盟者たちに懲戒処分を求めた人々は、これが言ってるんですよね、これ選挙後の行為は、これね、選挙が終わった後の彼らの行為は、これ倫理の一線を越え、職業上の違法行為の領域に達しており、もうその戦術は、これ選挙手続きに対する法的異議申し立ての通常の範囲を大きく超えているんだと。だから選挙でいろいろ問題があったら、まあ、それをこうああだこうだ言うのは分かるけどさ、あ、オタクらがやってたのはあれはもうちょっと行き過ぎっていうか、ちょっともう次元を超えてるっていうか、そういうことなんだよって彼らは言ってるわけです。でもさ、大統領選挙って絶対おかしくない、ごめんなさい、もう血管が切れそうなぐらい、もううわーマジかーって、毎日マジかーってみんな燃えたよね、燃えたってか、もう最後はもう燃え尽きたんだけどさ、だけどこれからまだあともうちょっとしたらトラちゃんが帰ってくるかもしれない、トラちゃんが帰ってくるかもしれないって考えたら、燃えようぜ、また燃えようぜって、ごめんなさいなんかもう、うん、これで終わりますって言ってからまた話し出すという、このバカなこのおたけび G、 いや、ちょっとトラ G、ということで、あと気になる他の方、ジュリアーニさんとか、あと、ま、ジョン・イーストマンさんとか、あとそのリン・ウッドさんとか、この方々はですね、やっぱり同じだそうです。はい、彼らもこの弁護士のこのさっき言ったそのなんか変なイチャモンつけられてですね、訴えられてるそうです。だから今は静かにしていると。でもこのシドニー・パウエルさんの問題が
や、これはな、これはもう無理。そんな、弁護士を剥奪するっていうか、免許を剥奪するとか、なんかそういう、こう、懲戒免職とか、無理っていうことで裁判所が、却下しましたので、おそらく、もうちょっとすれば、ジュリアーニさんも、他の方々も、みんな、元の弁護士活動に戻れるということを期待しています。でも、もしかしたら、ジュリアーニさんとか、リエントさんとか、もう、大丈夫かもしれないね。まあ、おそらく、トランプ大統領が、また、出馬をもう決めてるので、ラリーが始まって、そして、民主党で誰が出てくるのか、今、バイちゃんがまたやるとか言ってるけど、追いぼれじじいと、トランプが、一騎打ちなんてなればですね、その中でまたいろんな問題が出てくると、また、この、弁護士、同盟軍団が、出てくるかな。でもな、今回のことがあったから、もう、また首突っ込んだらまたごちゃごちゃあるしな、と。いや。彼は、絶対に、トランプの応援を、やめないと思います。それだけは、信じたいですよね。ということで、今回は、こんな感じです。でもよかったね。シドニー・パウエルさん。よかったよかった。